の子チャンネル。僕は虫さんだよ。今日は特別にちょっとだけみちのこ日めくりの中身を紹介するよ。それじゃあ早速見てみよう。今日は29日。29日は人に何かしてもらったらすぐにありがとうと言おう。私たちは周りの人のおかげをたくさんいただいています。人に何かをしてもらった時にはそれを当たり前だと思わずに、小さなことでもありがとうと感謝を言葉で伝えることを意識してみよう。じゃあ次の日も見てみよう。30日は落ちているゴミに気づいたら拾おう。誰も見ていないところでの行いも親神様はよくご存知です。人が見ていても見ていなくても影日向ない良い行いが積み重なって徳となります。家の中でも外でも落ちているゴミに気づいたら拾うように心がけよう。どうだった？これなら毎日実行できそうだね。こんな感じで僕と一緒に毎日陽気暮らしの習慣を身につけよう。それじゃあまた会おうね。バイバーイ。